カービングのオフトレならウォーターボーンが搭載されたロンスケが最強です。本日はちょっと難易度高め、お手つきスライドのやり方についてお伝えしていきます。スライドができるようになるとスピードが出ていたとしても一気に減速させることができるようになるので安心です。スピードを出して練習したいなと思っている人には必要な動きとなりますので、ぜひ覚えておいてください。それではね、本編いってみよう。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はレイトストアでウォーターボーンをご購入いただいたお客様からリクエストが届いておりますので、レッスンやっていきたいと思います。それは何かといったらスライドですね。はい、私がよくやっているターン中にガッと、ね、板を滑らせて滑っていくやつですね。はい、これをやりたいということなので、ベイビーステップでねお伝えしていきたいと思います。決して簡単な技ではないので、ぜひ、ね、ターンしっかりできるようになってから、ね、皆さんトライするようにしてもらいたいなと思います。そして安全面としてプロテクターねしっかりつけていきます。特にこれ絶対必要です。ハンドスライド、ハンドスライドじゃない、スライドグローブっていうやつね。はい、ここに、スライドパッドっていう硬いプラスチックがついてて、まあこの路面に手を吸っても手がスーって滑っていくようになってるやつです。これちょっとね、本来ならこうやって指をね全部覆ってる感じになってますね。はい、これが必要になりますので必ず用意しておいてください。これがないと手の皮ズルズルにね向けてしまうので気をつけていきましょう。はい、あと今日はちょっとね動画撮影しやすいようにちょっとねシャドウのあるところで、軽くシャドウのあるところで撮影させていただきますが、まず皆さんは平らなところね、フラットのところでプッシュをしてスピードをつけてから練習するようにしてください。その方が安全に練習できるかなと思います。さあ、それではねやってみたいと思います。今回はこちらのロンスケ乗っていきます。はい、ウォーターボーンが搭載された鎧スケートボードの風神です。はい、今こちらの方完売中で、次の入荷が7月中旬から下旬に、ね、入荷予定となっております。すでに、ね、予約始まっておりますので、ぜひですね動画説明欄のリンクの方からチェックよろしくお願いいたします。今日の目標はこれです。トーサイド側のターンでグラブをしながら滑らしていく、ね、このスライドをやっていきたいと思います。ちなみにこの路面についている白い跡はタイヤが削れた跡です。決して路面にね傷がついているわけではありませんので自然と消えます。雨降ったらねだいたい消えますね。はい、なのでこんな感じでウィールがねどんどん削れていくんですよね。なので逆にウィール自体が滑りやすいウィールと滑りづらいウィールっていうのがあるので、まあ、スライドをメインに楽しみたいなっていう風に、ね、なってきたら、滑りやすいウィールっていうのも別に売りで売ってるので交換して楽しむっていうのもありだと思います。まず一番最初にやってもらいたいのがこれです。はい、両手ついてブレーキ。はい、この動作を覚える必要があります。やり方はこれ、板ね進行方向だとしたら、板の上に両手を路面につきます。その時このスライドパッドね、スライドパッド指上げてスライドパッドだけこうつくようにします。なるべく板に近い位置でつくようにしましょう。でつけたところから、はい、板に平行になるように、この両手がこう平行になるように体を伸ばしていく、ね、伸ばしていくと自然とブレーキがかかります。一回見ててくださいね。こんな感じで低速でもできるので、最初全然スピード遅くていいので、両手ついたらそこからギュッ伸ばしていく、ね、こんな感じでスピード遅い状態から両手つく伸ばしていく、ね、両手をついて、もうちょっと奥でいきますよ。はい、両手をついてそこから伸ばしていく、ね、こんな感じでブレーキをかけれるようになっていってください。はい、それができるようになったら、次ちょっとテールを滑らせるように意識して練習します。見てくださいね。今体伸ばすだけだったところを、ちょっと後ろ足だけを多めに踏んであげて、テールだけを踏んでいくようにする、ね、テールだけを滑らせるようにする。そうすると今みたいにブレーキってやる、少し横の方に、ね、板が走るようになっていきます。それをよいしょ、うまく組み合わせるとこんな感じ、滑りながらテールだけギューッ、はい、こんな感じで、はい、テールだけがね滑っていくようになります。イメージとしてはこんな感じね。はい、ここから見てください、この後ろ足だけこっち側にこうやって
ギュッと、はい、滑らす感じ、はい、にしていく、ね、後ろ足だけをグッと伸ばして角度変えてみましょうか、はい、角度変えていくと後ろ足だけをこうギュッと、あ伸びなかった、はい、後ろ足だけをギュッと、ね、伸ばしていって滑らせるようにしていきます。そうすると今みたいにねターンの延長で滑るようになってきます。で滑らせたら今度はそれをね戻してターンにつなげていきます。ターンにつなげていくときはよいしょ、後ろに伸ばした足を引っ込める、今度は後ろ足に伸ばした足を引っ込める、はい、引っ込めると今みたいに板の上に戻ってきます。板の上に戻ってくるのでそれをタイミングよく一瞬で伸ばして引っ込めて次のヒールサイド側のターンに持っていくと、両手でねブレーキをかけながら、今みたいにスライドターンをすることができます。ちょっとスムーズにやってみますね、はい、スムーズにやるとターンの中にちょっと入れ込んでみますね、はい、この横方向、なるべく横方向に行きながらグッと伸ばして、はい、今のようにまた引っ込めてあげると板が縦に落ちながらスライドしていくようになるので、まあ、減速しすぎず次のターンにね、組み込みやすくなるかなと思います。まずこの両手つくところからね覚えていってください。それではなぜスライドすることができるのかっていうね原理が分かっているとトライしやすいと思うので解説しておきます。それはですね板のウィールねグリップ力を抜いているからなんですよね、はい、板の上にそのまま乗ってる状態でいくら踏み込んでも残念ながら滑らせることってできないんですが、手ついてますよね、手ついて手にもしっかり体重を乗せるとこのように、はい、体重の抜けたウィールにはグリップ力が落ちるので、体重が抜けてる分ウィールからねグリップ力が抜けるので滑らせることができるようになります。さらにターンをしている時の遠心力が加わって外にね滑っていく力っていうのが強くなるのでより綺麗なねスライドっていうのができるようになりますので、しっかりまず体重を手に乗せるっていうのがまず一つと、あとは遠心力を味方にするために体の軸をしっかりね倒していく、ね、できれば路面に対して平行ぐらいを目指してぐーっと倒していくことによって遠心力ね味方にすることができるので綺麗に滑らせることができるよっていうのがあるので、まあ、この2つ意識してねやってみてください。さあそれではグラブしながらスライドねやってみたいと思います。はい、まずどこ掴むかっていうと前足乗せてるとこのちょっと前あたり、かかと側ね、前の手でかかと側掴んでください。今日乗っている風神分かりやすいのがここですね、このくびれてるところのここ斜めのところ、ここに指かけてね掴んでもらえると分かりやすいと思います。各板によってどこ掴んだ方が安定して滑らせることができるのかっていうの違うので、ちょっと自分でね見つける必要があるかなとは思います。はい、ではベイビーステップで練習してきます。はい、まずやってほしいのはこれです。遅いスピードでいいのでグラブターン、はい、グラブしたまま J ターンね練習できるようになっておいてください。これ掴めないと意味ないですね。そしてそれできたら今度はグラブしたまま今度スライド、ハンドスライド、グラブしたままハンドスライドターンをできるようになっていきましょう。はい、スライドパッドをメインにつけれるように滑らせていきます。そしてこれができるようになったら次は、はい、先ほどやった後ろ足だけ蹴ります。グラブしてスライドさせて後ろ足蹴る、そうすると今のように一気にテールがね滑り出すようになっていきます。これをね何度か繰り返して感覚掴んであげてください。そこまで最初は体の軸倒さなくっても後ろ足蹴るだけで滑らせることがねできるようになります。もちろんこれも先ほどと同じで蹴り出した後ろ足を引っ込めることでまた板の上に戻ることがねできるようになるので、慣れてきたら徐々にそれをねやっていくようにしましょう。そしてここからです。スピード、スピードをつけていく、なるべくスピードをつけるようにしてスライドできる距離を長くしていくね、
長くしていくようにしましょう。スライドはやっぱりこの長くスライドできる方がかっこいいので、ぜひね目指してもらいたいなと思います。でここで、気になるとリスクが出てくるのがハイサイドっていう転び方があります。それ何かっていうと、スピード出ている時に体の軸をしっかり倒していればハイサイドになることはないんですけど、スピード出てるところで軸をね起こしながらやっちゃうと逆エッジみたいにターンの外側にね吹っ飛ばされるんですよね。なのでそれだけ気をつけてください。しっかり体の軸ね倒すように意識します。スピードがついてきたら体の軸もちゃんと遠心力にね合わせて倒してあげてね、倒してあげて後ろの手にね体重乗せていきましょう。そうするとね滑らせることがねできるようになります。で上手くなってきたらイメージはテールだけ滑らせるんじゃなくって、どちらかといえば全部のね4輪とも滑らせるように意識するとよりかっこいいね、スライドになるかなと思いますのでね、目指してもらいたいなと思います。はい、まあこの辺りですね。はい、あとは正直ね少しずつ少しずつ本当ベイビーステップでね慣らしていくと良いと思います。いきなりスピードつけてかっこいいのやろうとしても、怪我してしまったら意味がないので、まあ、ゆっくりベイビーステップでねトライしていってみてください。という形で今回はトーサイドターンのグラブをしたねスライド紹介しました。ゆくゆくはこういうワンハンドスライドね、グラブを外してスライドすることもできるのでトライしてもらいたいなと思います。はい、こんな感じでスライドできるようになってくるともうねカービングターンのオフトレを超えてこのローンスケウォーターボーン自体がねものすごくね楽しい遊びに変わってきますので、ゆくゆくはぜひトライしてもらいたいなと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。